日本の近現代史をどう見るか。第2章、なぜ明治の国家は天皇を必要としたか。牧原則夫。囲い込みと競争。本シリーズ第2巻、民権と憲法が扱う時代は、1877、明治10年の西南戦争から90年の帝国議会開設までの十数年間です。タイトルが示すように、憲法や議会をめぐって明治政府と自由民権派が激しく対立し、日本の歴史の中で初めて多くの人々が国家の在り方について真剣に議論し行動した時期でした。自由民権運動はその後の政治思想文化にも大きな影響を与え、第二次世界大戦後の新憲法制定過程では民権派の憲法草案が参照されました。他方、民権運動を弾圧した明治政府については1960年代まで反封建的な専制権力という批判的な見方が主流を占めていましたが、それ以後は短期間に独立した近代国家の基礎を固めた功績を強調する見解が次第に有力になりました。こうした評価の対立は、しかしどちらか一方が正しいというよりは、近代という時代の両面性として統一的に把握した方が良いのではないでしょうか。また、民権と憲法の問題を国内政治の面だけで捉えるわけにはいきません。経済的には近代産業の成立と同時に自作農の没落が進み、対外関係では台湾出兵、琉球王国の併合、蝦夷地、千島列島、小笠原諸島の領土化、樺太と千島への強制移住などがあり、さらには朝鮮に対する不平等条約の押し付けや軍隊の出動といった出来事が続きます。ところが民権派の多くはこれらを本気で批判するどころか、むしろ支持する側にもあります。これは民権派がだらしなかったからか、いや、ここにも近代の特質が露呈していると考えた方がいいのではないか。第2巻はそうした問題意識から出発しました。キーワードには囲い込みと競争を設定しました。本来誰のものでもない土地に杭を打って、俺の土地だ、どう使うと勝手だ、他人は入るなと宣言する。これが指定所有権の主張であり、この囲い込みの論理が個人の自由を尊重する近代的権利論や、所有権者の同意なしに課税すべきではないという租税協議権、参政権の基礎になっているからです。領土と国民を囲い込んだ近代国家が外国の口出しを内政干渉だと拒否したり、一国単位の国民経済の確立を目指すのもその一環であり、近代社会の進展について、個人や家族が親類、隣人とのつながりよりプライバシーを重視し、ついには私の身体をどう使おうと勝手だと、女子高校生が言い募るのも、囲い込みは使用、自由に現れているでしょう。囲い込みはまたその内部に新たなサイト序列を作り出します。これなしには支配秩序を構成し、資本主義を機能させることができないからです。そして勇者劣敗の自由競争が自由平等を旗印とする近代社会の原則になります。江戸時代ならば、統治権を独占する領主には人生、つまり領民が安易に生活できるように配慮する責務があり、富裕者にも悪どい私的追及を自制する特技が求められました。村は年貢納入の連帯責任を負うとともに相互扶助の場でもありました。しかし明治の地租改正で納税は個人の責任となり、人生や特技も否定されます。誰の助けも当てにせずに懸命に働き、他人を蹴落とさなければ富や社会的地位を手に入れられない、そんな時代の到来です。しかも貧しいのは政府や負者のせいではなくて、本人の能力や努力が足りないからだと見なされます。学歴社会はその典型でしょう。人は生まれながらにして、貴賤貧富の別なし、ただ学問を務めて、物事をよく知る者は貴人、上流階級となり、婦人となり、無学なる者は貧人となり、下人となると、福沢諭吉学問の勧めも明言しています。自由民権運動はこうした近代の論理を政府と共有したからこそ、議会開設の主導権をめぐって激突する一方で、自由競争や国権拡張などを主張したのであり、第2巻が民権と憲法と並んで外交、経済、教育、家族などを重視したのも、近代国家の成立というこの時期の特質をトータルに把握したいと考えたからです。三極構造。もちろん実際の民権運動が租税協議権の論理だけで動いたわけではありません。幕末の政治闘争にしても、島津斉彬ら有力大名が外交のような全国レベルの問題を幕府だけで決定すべきではないと主張したことが発端でした。やがて君主専制、立憲君主制、共和制といった政治体制の違いや議会制度の基礎的知識が加藤博之、津田真道ら、幕府系知識人などによって紹介され始め、反幕府派リーダーの中にも憲法や議会の初歩的イメージが伝わってきました。将軍徳川慶喜も1867、慶応3年、有力諸藩重臣の会議という形式をとって大政奉還を刊行し、諸侯会議の主導権を握ることで権力を維持しようとしました。この人は王政復興のクーデターと戊辰戦争で阻止されましたが、抗議世論の尊重は、尊王攘夷派が幕府を攻撃するときの旗印でしたから、明治政府といえども簡単には否定できません。五箇条の専門や諸藩大名票などを集めた諮問会議、抗議票の設置はその現れでした。
しかし何が世論かは自明ではなく、公論尊重だから平和的とも限りません。自分たちの主張こそが公論だと言い合って武力構造になったり、世論に従えと叫んで権力を握るや、世論を邪魔者扱いすることも珍しくありません。近代国家建設を急ぐ明治政府もまた、農民や士族の反発を暴力的に抑え込みつつ、地租改正、徴兵制、地出力処分などを実現させてきました。一方、明禄社同人をはじめとする知識人は、文明開化の立憲国では国家の主眼は人民であり、人民には土地私有権などの権利と義務がある。加藤博之、国体神論。西洋の君主は馬車の御車のようなものであり、乗客である人民の希望に従って馬車を進めねばならない。スマイルズ、中村正直役、西国立志論などと啓発に努めました。天下は天下の天下にして、君主一人の天下にあらずといった古くからの政治理念がこれらと重なって、市民平等である以上、国民には国政参加権があり、思想、表現などの自由も尊重されるべきだという主張が、士族のみならず、名士、名主などの地域指導者層や、富裕な農民、商人の共感を呼ぶようになります。江戸時代にも村役員など、入れ札、投票で選ぶ慣行がありましたから、選挙や議会はそれほどキーではなかったと思います。ただし、この国で自由に生活する以上、国家のために一命を投げ打つ覚悟が必要であり、政府にのみに国を預け置き、傍らよりこれを見物する客分になってはならない。学問の進め、と福田は力説しています。旧幕臣の勝海舟、榎本武明が敵であった明治政府の大臣になったということを、福田が批判したのも、二軍に使えずという武家論理に倫理に反するからではなく、彼らを見習って、我が日本国民が外敵にあって、手際よく自ら解散する。つまり、日本の民衆が外国の支配を簡単に受け入れてしまうことへの恐れからでした。痩せ我慢の説、1877年執筆。国境線で囲い込んだ住民が、ナショナルアイデンティティを持たなければ、近代国家は十分に機能せず、何よりも外国のとの競争や戦争に勝てないというわけです。それに国家の運命と自分の運命は不可分だと認識しなければ、国政改革に強い関心を持つこともありません。民権派が新聞や演説会で国民としての自覚、愛国心を打って、徴兵逃れを非難したのはそのためです。ここでのキーワードは国民です。江戸時代の庶民は純然たる客分でしたが、村落指導者層は村受け制の下で地域社会の知者として活動し、幕末の対外関係にも危機感を抱いていました。だから福沢や民権派の主張に違和感はなかったでしょう。ただ、報告心が自国中心の偏馬心であること、文明論の概略75年を自覚していたところに福沢の思想家としての本領がありました。他方、一般民衆の中には、兵役なんて真っ平だし、一日三度の飯が食えれば誰が天下を取っても構わないといった客分意識が根強く残っていました。しかも、江戸時代の川川柳の皮肉な眼差しや一騎打ち壊しが示すように、客分は単なる政治的無関心や服従心ではなく、政府を横目に見つつ、生活が脅かされれば果敢に異議申し立てをすると、筆者根性の持ち主です。明治の民衆も、新政反対の一揆を起こしたり、公然と政府を非難する民権派の演説に拍手喝采しました。つまり、客分として人選を求める民衆と、国家を主体的に担おうとする民権運動との間には基本的なズレがありながら、両者は反政府の一点で共振し、政府に大きな脅威を与えたのです。とすれば、この時期の政治構造は政府と民権派の二極ではなく、民衆を加えた三極対立の構図で捉えた方が良いでしょう。自由競争、学歴社会、近代家族などの価値観を積極的に内面化していくのも上昇志向の強い中間層ですから、政治以外の分野でも三極を想定するかもしれません。想定できるかもしれません。とはいえ、庶民も私、第二近代国家の国民になっていきます。そうした複合的な関係を第二巻では重視しました。文明化の推進役としての天皇。だが、明治の国家を単純に近代国家と言っているのか、天皇制の問題があるはずだという疑問を持たれる方も多いでしょう。確かにその通りです。ただし、近代天皇制の形成期である明治期を、前近代や1900年代、30年代以降のいわゆる橋爪期のイメージで捉えるわけにはいきません。第二巻では対象とする時期が限られていたこともあって簡単にしか触れられませんでしたが、ここではもう少し時間軸を長くとって、明治の国家がなぜ天皇という存在を必要としてしたか、天皇が日本の近代国家建設の中でどのような役割を果たしたかを改めて考えてみることにします。まず第一に天皇の存在がなければ、幕藩制の解体と中央集権国家の確立を短期間に実現するのはかなり困難でした。比例的にせよ、朝廷が武家政権の上に位置づけられていたからこそ、幕末の政治過程で尊王のスローガンが威力を発揮したのであり、幕府や諸藩が統治権の奉還を拒否できなかったのも、政治的経済的な弱体化だけでは説明できません。同時に朝廷内では約千年続いた摂関家の特権も否定されました。王政復興とは天皇の名による武家と公家の伝統的支配体制の解体を意味しました。
しかし尊王攘夷を旗印に権力を握った明治政府は一転して開国を安心、文明改革の開化の路線を突き進みます。不平等条約の改正を実現するには西欧諸国から文明国と認知されてもなりません。それゆえ天皇は率先して断髪し、牛乳を飲み肉食を始めるとともに、人民も天皇に見習いと宣伝され、断髪洋服姿の天皇の写真が県庁などに掲げられました。一頃永六輔さんが天皇に着物を、市民連合、天着連を唱えたことがありましたが、今でも祭祀を別にすれば皇室の正装は洋服であり、公式版の参拝はフランス料理です。明治天皇は開化の模範となり最高の文明ブランドであったのです。当然本気で攘夷や復興を信じた志士や国学者は不満を募らせます。島崎藤村の夜明け前に描かれたように、村落指導者層の中にも国学はかなり浸透していました。幕府藩の統治力に不安を感じて、彼らは天皇と結びつくことで国家の自立と地域秩序の再建を目指したからです。権力を武力で奪取しても、イデオロギー的に正当化できなければ支配は安定しません。文明化しないと西洋諸国に認めてもらえないといった面会では逆効果です。そこで登場したのが開化イコール復古という図式でした。復古の名による幕藩政治解体はその典型ですが、国民開閉も平等便利以前への復古であり、かつ西洋諸国数百年来の研究実践とも合致すると、太政官国有1872年は力説しました。また女子の服装に関する皇后おぼしめし書1887年は、衣とモス裾に分かれたツーピース型が古代の服製であり、上衣を長くしただけの和服はこれに反する。今西洋の女服を見るに、衣とモス裾等を備えることの本庁の旧姓のごとくであり、動作にも便利だから勤めてきは洋服を着るようにと説諭しています。天皇は皇后の様子を嫌がっていましたが、これ以後皇后は日常生活でもドレスをきちんと着ていたようです。米久保明美、明治天皇の一日。もちろん開化復興なんてへりくつです。第一、本庁の旧姓とは中国由来の律令制のことであり、日本古来とは言えません。また、王政復興の時は、神武創業、つまり天皇神話で始祖とされる神武天皇にまで戻ると言って、摂関系を否定したのです。しかし、とにかく開化は復興と矛盾しないんだなと言われてしまえば、反王家派、復古派は勢いをそがれ、市民平等や徴兵制を原理的に否定するのは難しくなります。さらに1873年の太陽暦施行では、旧来の休日である五節句が廃止され、紀元節、天朝節、神南線などの祝祭日が設けられました。暦による時間の管理は常に統治の要ですが、西洋の暦を採用する一方で、国家祝祭日は全て天皇絡みにしたわけです。そもそも最先端文明の導入による天皇の権威確立という手法自体が、古代における中国化の再現でした。それでも天皇がイデオロギー的にも指導的役割を果たせたからこそ、急速な西洋化が正当化され、それゆえにまた近代日本における天皇の統治権が確保できたと言えるでしょう。神社としての天皇、皇后。ただし、これで天皇の統治が庶民にまで受け入れられたとは言い切れません。近代の天皇は神君になれないからです。天朝を荒れて亡きが如くなれば、共和政治に似ても、書式さえ、下敷きに愛なり騒らえば、その方幸せ。天皇の政府は何もしてくれない。共和政治でも物価が安くなるなら、その方が幸せだ。という東海道編の、雲助ともどもの説が、1874年のある建白書、鹿児島県士族、清流安友に紹介されています。無論彼らは共和主義者になったのではなく、貧乏人を助けるのがお上というものだと言いたいのでしょう。でも明治政府は米価引き上げに動きません。徳川様の方が良かったという声もあちこちから上がっていました。そうした中、政府は天皇の長期視察旅行、地方巡業を繰り返します。もともと岩倉具視らは従来の天皇が人民に顔も見せないような尊大な態度を取ってきたことが、上下隔絶の原因であり、西洋の帝王のように直接人民に接して国内同心合体を、に努めなければならないと主張していました。大久保利通、大阪潜伏建白書、1868年。だから地方巡業には天皇を民主にアピールすると同時に、近代国家の君主としての自覚を天皇に持たせる狙いもありました。天皇は政府容認を従えて外国病院支援者などを視察し、田植えや漁業で働く庶民に目を留め、功績あるものを表彰し、老人被災者などに過料金を与えたりしながら各地を巡回しました。
地域社会に与えたインパクトを大きく、民権運動の基盤である地域の有力者層を政府側に引き寄せる上でも効果的でした。天皇の言動や地元の歓迎ぶりは新聞を通して全国に知らされ、天皇自身の自覚も格段に高まりました。時には費用負担をめぐるトラブルなどもありましたが、巡業がかなりの成果を上げたことは間違いありません。また、過用金は巡業だけでなく、大火事、大地震など様々な機会に配られ、政府は冷たいが、天皇皇后は慈悲深いというイメージが次第に作られていきました。米価が急上昇した1890年、貧民保護は大打診を助長するとして、東京市参事会が救護費を否決するや、皇后が毎月300円を貧窮民のために過用すると宣言したのはその恒例です。家族交換の夫人らも慌てて寄付を申し出しましたが、この頃から大災害が起きると新聞社のキャンペーンに応えて全国から義援金が寄せられるようになります。狭い地域的なつながりではなく、同じ国民として自発的に献金するというのはまさに近代にふさわしい特技の形でしょう。天皇皇后はその先頭に立つことで自由主義経済に対する弱者の不満を和らげる役割を果たし始めます。これらの財産、財源は税金や皇室財産に組み入れた膨大な山林や多額の株券からの収益でした。つまり天皇の政府であるからこそ天皇と政府を切り離した方が統治には好都合だったのです。この点でも民権運動は貢献しました。国会開設を政府は拒絶するが、天皇は率先して五箇条の正門や全治一見政体自立の見事を出したではないかという論法です。自分たちの正当性を強調するための弁法でしたが、天皇は我々の味方だと反政府が唱えた影響は小さくなかったでしょう。とはいえ、人形を迎えた民衆の好意的反応には、物珍しさやお祭り騒ぎの気分が濃厚で、畏敬の念が浸透したとまでは言い切れません。例えば1890年の内国勧業博覧会の開館式では、多くの出品人が静止を無視して、タバコをふかし、焼き芋などをかじり、天皇が姿を現しても騒がしく、指揮部官が何度も叫んで、ようやく脱帽するといったありさまでした。長野新聞、1890年3月27日。野芝居または寄せ難度を見物に参りたる御的挙動であり、言語道断の節だらだと記者は憤慨していますが、彼らは優秀な作品の制作者として各地から式典に呼ばれたもので、単なる群衆ではありません。第1回帝国議会が開かれる年になっても、まだこんな光景が見られました。秋原のりお、明治後期の民主と天皇1。もしこの時天皇陛下万歳と一斉に声を上げ、天皇が一生懸命答えるという演出があったなら、雰囲気が一変したでしょう。万歳には人々の気持ちを一つにする行動があるからです。しかし天皇陛下万歳は前年2月帝国憲法発布の日に初めて登場したもので、広く普及しておらず、宮内省には天皇の前で大声を出すのは不敬だという意見もありました。そのために野芝居になってしまったと思われます。また衆議院議員の選挙権は財産を持つ男子だけでした。財産選挙権は資本主義育成の上では好都合ですが、貧乏人や女性は完全な客分です。これは挙国一致は難しい。それでも、民衆と天皇の間に一体感が生まれ、我々も天皇の摂取だと実感できれば、事態はかなり変わるでしょう。この時代に国民統合の象徴になれるのは天皇皇后だけであり、政府と異なる人君というイメージや万歳はそのための有力な仕掛けになりました。調整役としての天皇、天皇と明治政府首脳との関係はどうだったでしょうか。まず、孝明天皇の急襲を受けて即位した明治天皇が10代半ばの何も知らない若者だったのは、岩倉具視、大久保利通らにとって幸運でした。もし、孝明天皇のような独断的、能動的君主であれば、明治国家建設の過程はもう少しややこしくなったでしょう。幼い天使を担いで勝手なことをやっていると非難されても、天皇という存在自体に権威があれば政府にとって十分でした。ただし、対外関係の上からも、近代的な君主としての素養や態度は身につけてもらわねばなりません。王政復興直後に、大阪遷都大久保らが主張したのも、院衆と助官に囲まれた宮廷から天皇を引き上がったためでした。皇居が東京に移ると側近に士族が登用され、日本中国の古典とともに西国立志編などの講義も行われました。天皇自身も軍隊の演習に積極的に臨席したり、焼失した皇居の再建を財政難には人民の生活が苦しい中で急ぐ必要はないなどと主張するようになります。地方巡業の過密スケジュールにも耐えました。それでも政策決定は大臣らの言う通りにするほかありません。飲酒を控え、学問政務に最も関心を持ち、多彩なことで感触を起こさないようにと、1874年から侍従長から注意された背景には、20歳を過ぎた天皇の不満があったのかもしれません。天皇が政治の中で存在感を持つのは大久保利通の暗殺78年以後です。巡業での知見や側近の元田長宗、
佐々木隆之らの影響によって大化政策への批判を強めた明治天皇は教育や内閣の人事などで口を出すようになります。しかも強力なリーダーシップを発揮した大久保を失った政府内では財政憲法議会軍隊などに重要問題をめぐって意見が分かれ天皇の裁定で何とか混乱を収拾するということが繰り返されました。明治天皇は権力内部の対立を調整し、特には独自の動きを見せる能動的な君主になり始めたのです。さらに参謀本部設立78年には軍人直輸82年によって天皇と軍隊を直結させたり、華族令84年によって天皇を支える新たな貴族階級を創設するなど、漠然としたシンボルではなく、統治システムの内部に天皇を制度的に組み込む作業が進みます。膨大な皇室財産の設定もそれの一環でした。これらは、自由民権運動や議会開設に対する防波堤として天皇が位置づけられたことを意味しており、西南戦争を境に明治政府の専制が近代的変革のためから権力保持のために転換したことに対応するものでした。しかしながら、天皇が前面に出れば政治責任を問われる事態も起こり得るし、世襲の君主が常に英君とは限りません。明治政府の首脳は、藩主らの無知や市場に悩まされながら幕末の政治状況を切り開いてきた経験を持ち、君主の意思がストレートに政治を動かすことの危険性を熟知しています。だからこそ彼らは君主専制を否定し、いずれ君民統治の立憲制にするほかないと考えていました。天皇の儒教主義的教育論、教学聖書を公然と批判するなど、天皇から西洋かぶれたと言われていた伊藤博文が、85年末、ようやく内閣制度の創設にこぎつけたとき、憲法議会を前提にした近代天皇制の枠組みが固まったと言えるでしょう。大日本帝国憲法が立憲主義と天皇体験の複合になったのも当然の帰結でした。なお、福沢諭吉の提出論82年も、国会開設後の党派政治から超越した天皇に国民統合や軍隊統御の役割を期待し、皇室財産の拡大を提唱しています。この面でも福沢と伊藤らの間には基本的な対立はありませんでした。万世一系神話の近代性。とはいえ、天皇は単なる世俗的君主ではありません。日本書紀古事記に記された創世神話を論拠とした国学や神道に基づく天皇観、すなわち天皇家は、天皇皇太神宮様のご子孫様にて、この世の初めより日本の王、王宇人民国有、1869年であり、その一族が一貫して君臨し続ける日本は神の国であるといった主張が幕末には地域指導者層にまで流布していました。こうした万世一系を正当性の根拠とする統治君主論は、特地を規範とする儒教の役制革命論、すなわち君主家が徳や仁を失えば天に見放され、革命王朝国体に至るという考え方とは相容れません。そのため、江戸時代の儒者の中には、親子兄弟で殺し合っても一生一族にて天下を保つことができたと胸を張るような君主論は道義に反すると批判する者もいました。佐藤直方、中国論集。しかし天、天照大神と君主が決闘で直結していれば革命は起こり得ず、人生を否定し人民を戦争に駆り出しても君主権は揺りません。万世一系はむしろ近代にこそ適合的な君主論であり、先日の解放金はその本質を粉飾するものと言えるでしょう。この天皇家はまた仏教や儒教は外来思想であり、日本古来の宗教である神道に復興すべきだという主張ともつながっていました。寺受け制が敷かれた江戸時代は神社神官も寺院の管理下にあり、教義の上でもって天照大神は大日如来の化身であるといった神仏混交連が優勢でした。ところが明治維新で立場が逆転します。神社は寺院から分離独立し、皇室の祭祀から仏教職が排除されます。さらに平田派国学や水戸学などの古神道派は、寺院仏像などの破棄まで進みました。例えば奈良公園は興福寺の境内にあった多数の道具を破壊した跡地ですし、身近なところでは頭を取られたり顔を削られたお地蔵様の多くもこの時の被害者です。王政復興は神道原理による宗教革命でもあったのです。さらに神宮皇后による三冠征伐で朝鮮を従属させたという日本書紀の神話的記述を根拠に復古としての生還を唱える者もいました。しかし庶民の強い反発や仏教勢力の反撃、知識人の宗教自由論、西洋諸国のキリスト教解禁要求などに押されて神道の国教化を挫折し、1875年には信教の自由が認められます。また霊魂の存在を信じる復古神道派や出雲大社系の神官は死後の世界を司る大国の神を天照大神として宮中に祀るべきだと主張していましたが、この最新論争81年でも伊勢神官派に敗れ、民衆宗教などと別の
同列の共和新党に格下げされました。結局維新をイデロギー目で支えた復古新党派は近代天皇制の中核から排除されてしまうのです。そして神道は人の生死、霊魂に関わる宗教ではなく国家の祭祀であり、天皇への服従こそが神道の神髄であるという国家神道が皇帝イデオロギーになります。大日本帝国憲法が万世一系の天皇に統治権があると明記し、教育直後が我が皇祖皇宗の遺訓、つまり天アマテラス大神、神武天皇や歴代天皇の教えを忠実に守ると要求したのはその表れです。また伊勢神宮から地域の社に至る神社の序列体系が整えられるとともに、1900年には神社行政が一般宗教行政から分離され、7年には府経済が伊勢神宮などまで拡大されました。だからといって天皇が宗教と無縁になったわけではありません。この世界を誰がどのように作り出したかというと、創世神話は宗教の根幹に関わるテーマです。天皇神話や万世一系が信じない自由を含む宗教ではなく、不可侵の国家権利になってしまえば、宗教の根源を天皇制国家が握ることになり、考古学、歴史学などの学問研究も制約されます。それだけではありません。現在でも戦死者遺族の信仰を無視した靖国神社の合祀が個人の尊厳に対する侵害だと意識されないのは、神道は宗教にあらずという論法が魔力を失っていないからではないでしょうか。さらに万世一系に日本の優越性を見出す論理は、日本固有の文化なるものの根底に天皇を据える発想をも生み出しました。家督長氏の明治後期、こうして大日本帝国憲法を中心に近代的国家制度の確立を見た1890年前後に、国家神道の枠組みや国家統合の要としての天皇の役割も明確になります。近代の天皇はそれ以前と異質な存在であり、短期間に西欧から認知されるような近代国家を建設するために、ある時は西欧化の擁護、推進役として、ある時は権力維持のための調整弁や防御壁として、新しく作り出されたものでした。民衆との関係で言えば、日清戦争1894年から95年の勝利が一気に天皇の権威を高め、国民意識の浸透をもたらしました。天皇陛下万歳、大日本帝国万歳の声が響き渡り、野蛮な中国、朝鮮、文明国、日本という優越意識が高まるとともに、貧しい小作人の息子でも戦士となれば盛大に尊崇が営まれて、兵役、戦士が名誉であることを人々に実感させました。しかしこれらは近代天皇制の枠組みの成立とその基本的な需要を示すにすぎません。例えば、教育勅語や御神栄の影響はまだ限定的でした。御神栄の配布は官立府県立高校や高等小学校などに限られ、尋常小学校の活気申請が認められたのは1910年代であり、府県によって普及率にも差がありました。教育勅語についても内村鑑三が府警事件のような出来事があった反面、内村を批判した井上哲次郎の直後協議は、異論続出で皇帝注釈書と認められずに終わりました。また、日清戦争後に文書を務めた西園寺金持は、偏狂な自国中心主義ではなく西洋文明国にも通用する内容に改定しようとしました。教育直後の権威もまだ不安定だったのです。さらに雑誌の口や新聞の特別号などには、1900年に結婚した皇太子夫妻や子供たちの写真がたびたび掲載され、天皇夫妻を含めた集合写真も登場しました。これらは個別の写真や肖像画を一家団らん風にアレンジしたものですが、超越的な権威としてではなく、近代家族のモデルとして天皇一家を受け止めようとする風潮すら生まれていたのです。皇太子の実母、柳原奈々子は登場しません。ただその一方では、国定教育教科書が14世紀の建武の神聖に続く南朝北朝の平存を客観的に記述したことに対して、新聞や議会から後醍醐天皇に反旗を翻した足利尊氏を容認し、皇統一系を成果とする我が国体を損なうものだといって非難が浴びせられ、ついには明治天皇自身が自ら尊氏の擁立した北朝系だが、南朝こそ正統であると認めさせられるという出来事もありました。1911年。また、津波や火事から御神栄教育勅語を守ろうとして教員が死傷したり、改装中のお召し列車の脱線で鉄道員が自殺する事件も起きました。彼らを称賛する声が高まる一方、死ぬ必要はないという意見も出て論争になったことは小学期と違いますが、鉄道員に同情した天皇が再資料を出したことで、自殺を当然視する雰囲気が逆により強まったように思われます。これ以後、関東大震災、空襲などの際に御神栄を守ろうとして30名近い殉職者が出ました。政府と天皇の関係はどうなったでしょうか。議会が開かれてみると、政府は予算審議権を盾にした民党、旧民権派の政党の構成に苦しみ、伊藤や山形有朋が首相になるのを嫌がることさえありました。
となれば天皇が乗り気を出す他はありません。1892年の総選挙では民党派議員を落とすために選挙干渉の資金まで提供しました。その後も天皇の職職やおどもぼち飯を使って衆議院 や特には貴族院、軍部などの異論を抑えることが繰り返されました。政治的危機が深まった際に君主が積極的に動くことは西洋の立憲君主国にも見られました。しかし日本の場合は議員内閣制を採用しなかったため、議会と政府の関係が不安定な上に首相の権限も曖昧で、軍部が大臣を出さなければ内閣が作れないといった制度的弱点を抱えていました。天皇主権を守るために憲法で議会内閣の権限を制限したからです。それでも明治天皇が一定の政治的力量を身につけ、しかも憲法を作ったのは伊藤ではなく自分だという強い自負心を持っていたために、議会制が停止されることはありませんでした。欽定憲法は非民主主義的ですが、欽定ゆえに廃止されないという一面もあったのです。そうした中で1898年、旧改新党系と旧自由党系が合同した憲政党の内閣が成立します。天皇の奮闘にもかかわらず、政党議会を無視した朝鮮主義は10年と維持できなかったわけです。ところが、尾崎幸雄文章の演説が不敬だと非難される事件が起きると、天皇が動き、大久保重信首相の人事政策に不満だった板垣退助ら自由党系も弾劾の側に回って、内閣は半年で潰れます。不敬を口実に対立党派を攻撃する手法は幕末以来の常套手段ですが、政府側のみならず反政府側も天皇を利用すれば、天皇の権威はすり上がってきます。昭和期に政党政治が自滅する要因の一つはここになりました。以上、断片的な事例の紹介にすぎませんが、明治後期の天皇制をめぐる状況はなお流動的でありながらも、天皇の権威は次第に高まっていったと言えるでしょう。防御のシステムとしての天皇。ところが大正期には一転して天皇の存在自体が影の薄いものになりました。しかも1918年の米騒動では、避暑地より300万円の誤解を ありがたし、と皮肉られたり、警察署長が誤解要件があったかによって、何時らは静まるべしと群衆に命じると、ひどい悪口が返ってくるといった事態が生まれます。この事件を国会で取り上げた斉藤孝は、本来国家の経費でやるべきことを過用金に頼るのは国民の必要に悪影響を与えると政府は批判しました。弱肉強食の社会を過用金でごまかせる時代ではなくなってきたのです。実際1920年代に入ると、米国法、借家法、労働争議調停法、公設市場といった社会政策が採用され始めます。しかも、三度辰吉の天皇機関説を非難した上杉謙吉は、制限選挙制が、億長一身の大理想、天皇との一体化により局部一致を阻害するなら、速やかに普通選挙を実施すべきだと言い出します。国体制が成果の活用、1919年。さらに、内村勘蔵の不敬を批判した井上哲次郎までが天皇による統治の根拠とされる天照大神家の進捗は、人生を施せという命令と考えるべきで、我が国際といえども国民の進化発展と矛盾してはならない。我が国体と国民道徳、1925年と公言するようになります。なぜこんなことになったのか、第一次世界大戦とロシア革命は今後の戦争が国家の存亡に直結する総力戦にならざるを得ないこと、そして挙国一致に失敗すれば王政が崩壊し、社会主義革命が起こり得ることを世界に示しました。米騒動はかつての人生、特技要求に類するものでしたが、日本でも革命が起きかねないことを実感させました。やがて労働農民運動が盛んになり、無産政党も登場します。だからこそ上杉や家の上は転向せざるを得なかったのでしょう。自由放任経済と制限選挙制の時代を近代転機とすれば、社会政策、普通選挙制の近代後期への転換が始まり、天皇制の根拠にまでその影響を及んだのです。井上哲次郎はまた、神話伝説は歴史的事実ではない。天皇家が受け継いできた最新の神器のうち、現在の鏡と剣は模造品であるといったことを以前から東京帝国大学の講義で述べていました。森川照樹、国民道徳論の道、三原社、2003年。これらは天皇機関説とともに国家エリートにとってはいわば常識といえることであり、総力戦を戦い抜くには民衆の戦時参加と最低限の生活保障が必要不可欠だという認識ともつながっていました。しかし他方では生活価格差の拡大に対する不満や、協力的な消費文化への反感から、農本主義、国粋主義、宗教的求心主義などの運動も活発になります。その中には天皇が救世主になることを望むようなものもありました。こうした中で男子普通選挙総法と同時に、私有財産制と天皇制の誤字を命じた治安維持法が報復されます。人生特重視の井上説も、我が堂々たる地位主をもって、儒教的な育成革命の国家と同一しているものだ。日本及び日本人、1926年10月と右翼やメディアから非難され、政府は我が国体と国民道徳の発禁処分を余儀なくされました。そして天皇の超越的な権威を振りかざすことによって、国家秩序や国策に違和を示す言動を徹底して抑え込もうとする動きが強まるとともに、住民の間に相互監視のひそやかな鏡の目が広がり、
1890年前後に成立した制度の実態化、すなわち何かに対する警戒と恐怖の前もってする一種の予防体制。林達夫、久野治、思想のドラム剣、平凡社、1974年であるという近代天皇制の本領が発揮されていくことにあります。第2巻は1880年代を中心に国民国家競争社会、近代天皇制の枠組みがどのように形成されたかを追ったものでした。もとより歴史の流れは一本調子ではなく、制度と実態の間に異形にも折り重なったズレがあって、その複雑さにこそ歴史研究の面白さがあると言ってよいでしょう。天皇制についても同様ですが、見過ごせないのは、内村鑑三や井上哲次郎の事件のように、不敬だという非難が在野から発せられることも少なくなかったことです。明治から昭和に至る近代天皇制の発展を展望したとき、不敬の土星に立ち退かないためには何が大切かを改めて考えさせられます。おすすめの5冊。1、イザベラ・バード、時岡恵子役、イザベラ・バードの日本紀行、上下、小田氏学術文庫2008年。1878年に来日したイギリス人女性の旅行記。東京、京都、伊勢などにとどまらず、日光、新潟から東北、北海道に至る山村やアイヌの生活を文明人の目で観察しながら、次第に住民の心声に共感するように第1級の作品。2、広田正樹、差別から見る日本の歴史、解放出版社2008年。第2巻では十分に取り上げられなかった差別をめぐる諸問題を、近世、近代を中心に古代から現代に至る長い時間の流れに中に位置づけ、わかりやすく論じる。被差別部落、女性、芸妓、美容師は、さらにアイヌ、琉球、朝鮮、中国などの他者に対する蔑視と排除、その根源にあるものを歴史的に考えるために一冊。3、福沢諭吉学問の勧め、岩波文庫1978年。明治初年の人々に圧倒的な影響力を与えた古典であり、冒頭に実はあまりに有名だが、平等よりも国民をキーワードにしてぜひ読み返していただきたい。明治の国家的課題とはいかなるものと認識されていたか、近代とはどのような時代かといったことを再検討するために。4、安丸義雄、近代天皇像の形成、岩波書店、後に岩波現代文庫。近世から近代の天下国に生まれた危機意識や、民衆的コスモロジーの深みにまで施策を巡らしながら、民族と秩序とのせめぎ合いを軸に、天皇を超越的な権威として受け入れる幻想の経験性過程を思想史的に明らかにした作品。近代天皇制論の基本文献の一つ。5、吉村明赤い人、筑波書房1977、後に講談社文庫。1881年に建設された北海道の樺戸州置官、監獄に、内地から凶悪事件や士族反乱、政治運動などで重罪を宣告された囚人が送り込まれ、赤い服を着せられて、開拓道路工事、鉱山で酷使された。綿密な調査をもとにしながら、北海道開拓史や米寿国家のどす黒い一面をまざまざと描き出した、吉村明ならではの歴史文学。